人は食べたものと読んだ本でできている。全然処方阿部です、今日もゲストをお招きして、本のご紹介をさせていただきます、今日来ていただいたのはかりんさんです、はいはい、いつもですねやはりあのうちの占いカフェで、鑑定をしていただいたり、ねはい、しています、今日も面白い本のご紹介ができると思います、先に私の方からちょっとお話しますね、はいはいはい実はですね私こんな本読んだんですね。タイトルが、悲しみの底で猫が教えてくれた大切なことというタイトルです、滝森琴さんという方の書かれた本です、この本を読んでですね実はあのとっても、グッときたんですね。特にここにも書いてあるんですけど最後の方のページでは号泣と言われてるんですが、私も涙を流してしまいました。まあそんな本なんですがこれを読んで私実はこの本をご紹介しようと思ったんですがよく考えてみたら私よりもこの本はもっと紹介してもらうのにふさわしい方がいるな知り合いだと思って今日お招きしたのがこのかりんさんなんですね。で実はこの本のことをこの本読んだことあるって言ったら読んだことないということなんで早速読んでもらって実はその中で今日のご紹介につながりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうでしたか。そうですね、うん、あの感想としてはそうだそのかりんさんの、うんうん、がどんな人かただの占い師じゃなくてほら、うん、保護猫というね、はいはいはい、そこの部分そうですね、はい、愛護ボランティアで、はい私が保護しているわけではないんですけども、うん、やっぱり預かりさんっていう方がいてくれて、うん、それでやっぱり、野良猫っていうかな、うん、そういう避妊手術をもとに、うん、やっぱり子猫とかやっぱり人慣れしてる猫を保護して里親につなぐという、うんそういう活動っていうのを、ボランティアでちょこっとねこうやってるっていう形です、うんはい、ちょこっとですかね。私の中ではこの本を読んで猫の子というような時に真っ先にカニさんが浮かんでこれは、まさにねカニさんに読んでもらってそれをということになったんですけれどもかなりやってますよね前からね。自分のところに今の3匹猫がいるんですけども4匹いて1匹が去年の暮れに亡くなったんですね。でその4匹ともみんな元は野良猫だったんですよ。それで行くあてもなく自分のところで買ったっていう、一匹は、前、ここの前々さんにいた、ミキさん、ミキさんのところで生まれた猫ちゃんで、それで誰か里親さんになってくれないかっていうことで手紙たのが私だ。なるほど。だから縁があって、その猫が今長男でいるんです。それからまた保護しちゃった子っていうのが自分のところにいて、いついてしまったっていうのがあと2匹。なるほど。それを元に、猫占いも猫占いというようなものをねしてますよね、それは猫を占うというわけじゃないですよね。それはやっぱり、預かりさんって今いてくれるんですけども、今まではやっぱり猫ちゃん保護して自分のところに置いとくと、いろんな猫がいるわけですよ、で柄もそうなんだけども、性格も人間みたいにいろんな性格の子がいて、なんか占いのその性格に当てはめたら面白いとか思って、それでちょっと猫占いとかできるんじゃないって勝手にその題名を猫占いっていうような形で、市中水面をもともとやるんで、市中水面のその通変性っていうその星に当てはめて、10種類の猫ちゃんっていうので、それで今、猫占いっていうのを作って、その占いをなんていうのかな、なぜ作ったかっていうと、占いを通してもう里親さん、猫をもっとこう里親さんにつなげたいとか、やっぱり野良猫に意識を向けてもらいたいっていうそういう思いがあって、猫占いっていうのはあくまでも一つのツールとして、それをきっかけに、うちでも猫を飼おうかなとか、そういえば周りにも野良猫がいて、あの子ちょっとご飯もらってないみたいだなとか、あの子避妊してるのかなとか、やっぱりいろんなところにそのいるただの野良猫なんだけども、されど野良猫で、また違った視点でその猫ちゃん、ワンちゃんもそうなんですけども、やっぱりそういうボランティアさんの活動って本当大変なんで、そこにもう少しこう寄り添っていただければ。猫を飼うことでどんなことがありますか、どんないいことがありますか。だっていいこと、餌代もかかるし、寝てても起こされたりするかどうか、そんな風になって私なんかから見ると、動物が嫌いだとか虐待をするとかそんなことではないんですけど、なんか面倒くさいなっていう方があります、ただ一言言うと、人それぞれ違うと思いますけど、私はとっても可愛いです、本当に
なんていうの、心からこの年になると、うん、まあ、あの子供ももう大きくなっちゃって、うん、もう自立しちゃって、うん、心からすごく愛しいっていうその気持ちって、うん、今ってないんですよ。でなぜ猫を飼おうかなって思ったのが、里親になろうかなって思ったのが、うん、心がなんか愛しいって思うものが欲しいって思っちゃったんですね。もうこの年になると恋愛もないじゃないですか。いやいや、そんなことはないと思います。いや、ないですよ。そう、だからなんか愛しいって思えるもの、はい、心がそういう求めるもの、うん、欲しいなって感じたのが猫だったんです。なるほどね。たまたま、その前前さんの、うんうん、あのスタッフさんのところで猫が生まれちゃって、うんうん、里親さんっていうのを募集してたんで、うんうん、それで手を挙げたっていうのが、なるほど、はい、うん、まあ、そういう動物の部分が猫好きから、はい、読んでみてどうでした？そうですね、うん、まあ、猫好きではないんですけど、たまたまその愛おしいと思えるものが猫だったわけで、でそこからいろいろ入ってボランティアに今携わっているんですけども、うんうんうん、あの本当に猫っていろんな意味で、うんうん、まあ、全然さんのスタッフさんから里親に私になって、うんうん、それも一つのつながりだし、うん、やっぱり猫ってやっぱり里親さんを探すにあたって東京とか神奈川とか埼玉とか、うんうん、まあ、今ちょっとねコロナのあれでちょっとあのなかなか行けてないんですけども、うんうん、そういう方にまあ里親になってもらって、で今でもつながってるんですね、うんうん、で猫がいなかったら絶対つながらない縁なんですよ。はい、猫が縁で人をつなげてる、はい、ということですか。はいはいはい、なるほど。で実際に猫占いをやらせていただいてるじゃないですか、うん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 、そうするとやっぱり猫占いの内容がわからないから猫占いってどんな感じっていう形で、やっぱり猫に興味がある人とかが、うん、でもまさにこの本も猫が人をつなげていく話ですよね。そうです。いや、あのこの本読んで、はいはい、どうですか、どんな人にこの本を勧めたいな、読んでもらいたいなっていうのはこんなのありませんか。あの愛護活動をやっている方っていうのはリアルに体験してるんで、うんうん、逆に、うん、そういう今まで猫に携わってない方、うん、今まで興味もない方って言ったら変だけど、私みたいな方、そうですね、うんうんうん、こういう世界があったのっていう、うんうんうん、そういう方にぜひ呼んでいただきたい、うん、期待っていうのと、うんうん、あと今ってほらいろんな意味でテレビでも、うん、いろんなその動物もののテレビをやってるじゃないですか、うんうんうん、やってますね、うんうん、はいはいはい、それもやっぱり、そういうのをきっかけに猫を飼おうかなとか、うん、やっぱり猫にこう興味を示すというか、うん、意識を向けてくれるっていうか、うんうん、この本もそういう一つのきっかけっていう、うんうん、そういう風に、まあ、なると思うんですよね。なるほどね、はい、うん、確かに、ね、私はそういう意味ではおすすめの、うんうん、あまり興味のない方の人間ですけども、うんうん、この本読んで、はい、本当にあの、ね、ストーリーに感動したのもそうですし、はいはい、すごくこの猫にも興味が持てましたよね。やっぱりその猫とか犬とか飼える環境じゃない人もいるじゃないですか。そうなんですよ、そうなんです、ね、年齢いってるともう里親さんになれないし、ね、ね、一人暮らしだと、ね、なかなかやっぱりあの面倒見られない、ね、あとアパートに暮らしてたら、ね、それこそペットは飼えないっていう、 その状況的に難しいっていう、 でもあの飼えなくてもやっぱり携わるっていうことってできるじゃないですか。あの例えば、うん、あの野良猫が来ると糞尿するからって言ってこう、うん、ね、あのいろいろこう来ないようにこう追い返すとか、うん、やっぱりこう虐待ではないけども、うん、すごくこう邪魔者扱いにするとか、うん、でも猫ってここでもあの野良ちゃん出てくるんですけども、うん、せいぜい長生きしても5年間なんですよ。へ、うん、そんな短いんですか。そうなんです。家猫っていうのが20年ぐらい生きる猫が生きますけど、野良猫って3年から5年の命なんですよ。だからその5年間の間 もっと早いもう罵詈したり変な話、うん、あとはやっぱりその交通事故にあったり病気になったり、うん、だから本当に野良猫の一生って本当に短いんで、うん、それを邪魔扱いするんじゃなくて、うん、もういたわって、うん、あの見てあげればいいかなって。実際に自分の心に余裕がないと何か弱いものを見つけて当たったりするじゃないですか、うん、問題は猫じゃなくて、うん、あなた自身にあるんじゃないのって、あの占いなんかもそうだけど、うん、書き違えてる方が多いんですよ、うんうんうん、だからこの本でも登場されるやっぱりね、うん、あの内容はちょっと言っちゃいけないだろうから、うん、方もやっぱり自分のいっぱいいっぱいの生活の中で暮らしていると犠牲になるっていうもので弱い子供だったり、あとは、ね、犬猫だったり弱者が弱く、うん、辛い目に遭うじゃないですか。それっていうのはその子たちが悪いんじゃなくて、うん、自分の心の余裕のなさっていうのをやっぱりこう教えてもらえる、気づかせてもらえるっていう部分があるんじゃないかなって、うん、なるほどね、うんうん、だからここに登場するのお子さん、うん、お子さんとか子供さん、うんうん、みんな大人に振り回されてる感じを受けましたね。なるほどね。またちょっとね、うんうん、あの女とは違った視点で私は読ませてもらったんですけども、はい、いや人間って勝手だなっていうのがもう一番の、うんうんうん、
またね、ちょっと話があれですけど、はい、同じここの主人公である黒猫をやり飼ってる、はい、ということ。飼ってないですよ、保護猫ですよ。保護猫。飼ってます、飼ってます。ですよね。一匹黒猫ジジっていうのはいるんですけど、今保護してる、うんうん、あの里親募集してる猫ちゃんも黒猫だ。なるほど。親近感湧きますよね、うんうんうん、はい、よりね読んでて違った部分があるでしょうね。そうですよね、あの言っちゃっていいんですか、ね、名前、うん、はい、あの黒猫も白です。そうなんですね。それをね、うん、読んでいただくというこういうわけでっていうのが分かるんですけど ね、うん、そうですね、ぜひね皆さんに、はいはい、いろんな人に読んでもらいたい。そうですね、あのいろんな感想が聞けると思います、うんうんうん、はい、人それぞれね、うん、あの捉え方が違うんで。そうですね、はい、こうやって2人が読んでも、はい、ね、感覚はきっと随分違うと思うんですね。違うと思いますね。はい、今日ご紹介いただいたのは、タイトル長いですけれども、悲しみの底で猫が教えてくれた大切なことという一冊です。はい、はい、ぜひ読んでみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。